ナンバーアイと平野紫耀、イブ・サンローラン香水、リブレ、で魅了。衝撃の即感状態と反熱狂の理由。11月20日、ファッション誌、ボウック・ジャパンが、元キング・プリンスへのメンバーで結成されたナンバーアイ、平野紫耀、仕様、ジングジ・ユータ、キシ・ユータが、イブ・サンローランの香水、リブラ、リブレ、とコラボレーションすることを発表しました。 この発表に伴い、香水は即完売状態となり、平野耀の甘すぎる紹介文句がファンを魅了しました。ナンバー・ I のリブレコラボにファンの歓喜、オウックジャパンでは、ナンバー・ I のメンバーがリブレの香水にまつわる PR 動画や写真、メンバーそれぞれのインタビューが公開され、これによりファンたちは新たな一面を垣間見ることができました。 特に、平野紫耀は、自由についてのコメントで、やりたいことへの挑戦は怖いが、その姿も含めて見てほしい、と述べ、ファンからは、その姿勢に対する翔さんの声が上がりました。リブレ香水の即完状態、ナンバー I が紹介したリブレの香水は、過去のコラボ商品同様、即完売状態となりました。 平野の仕様が過去に投稿した高額なファッションアイテムが即日品切れになった経験から彼の影響力が商品に与える影響が伺えます。記事公開からわずか5時間でリブレの一部商品は公式通販サイトで在庫切れとなり、特に平野が紹介したリブレオーデパルファムは調子直薄状態に陥りました。 平野紫耀の魅力的な紹介文句。平野紫耀は、オーデパルファムの香りについて、百発百中で振り返るし、なんなら一ケラ二歩ついていっちゃうかも、といった大胆で甘い表現を使い、さらに、恋愛みたい、強そうだけれど、恋したら甘い部分を見せてくれる感じ、と、形容しました。これに対し、ファンからは、平野紫耀に、そんなこと言われたら買うに決まってるじゃん。 といった興奮の声が相次ぎました。ファンの熱狂と争奪戦の激化、平野の言葉に魅了され、ファンたちは香水の購入に興奮しました。サーバー付加でログイン待ちになっている間に完売してしまったとの声もあり、平野の個性的なアプローチが商品の争奪戦を加速させた可能性が考えられます。 平野紫耀の本音。平野紫耀はファッションや香水についての本音を明かし、リブレの香りは徐々に濃厚な甘さに変化していく。恋愛みたいで強そうだけれど、恋したら甘い部分を見せてくれる感じ。香水のすごいところだなと思います。と述べました。これにより、平野はファッションや香水に対する深い理解と愛情を感じさせ、 ファンたちはその本音に共感しました。ナンバー・アイと平野紫耀がイブ・サンローランの香水、リブレとのコラボでファンを魅了し、商品の即感状態を生み出しました。平野の独自の表現力とファッションへの深い理解が商品へのファンの熱狂を引き起こしました。 これは単なる商品紹介に止まらず、アーキストとしての個性が商品に与える影響の一例と言えるでしょう。